フォアカットを見てみましょう。相手のボールのスピードに合わせ、体を右方向に回転させ、重心を右足に乗せバックスイングを取ります。ネットを越えたところで体を左方向に回転させながら、前腕、手首を中心にカットします。手だけではなく体全体を使ってカットするようにしましょう。バックカットを見てみましょう。バックカットの時はフォアカットの時と反対で、左側に体を回転させバックスイングを取ります。ボールに合わせて右側に体を回転させて、前腕を十分に使ってインパクトします。インパクトする瞬間、手首を使ってラケットの下の部分に当ててカットします。